大体みんなはディープアップルのコピーを主にやってるのね。そうです。他にはやらないの？オリジナルもちょっとあるけど、まだ人前でちょっとできむしろドラムの彼先輩どうです？やっぱりすごいね、バッチリね。ということでね、むしろ感激のレイジー涙さんでございました。はい、どうも。はい、それでは知らないことはないというお兄さんの芸能講座です。何をやってんの、みんなファイバー病気だな、君たちは。ダメダメ病気。先週はですね、ハガキでレイジーの大阪のロックングループを紹介してくださいということなんですけどもね、お兄さんどうでした、レイジーのことは。そうですね、はい、お兄さん嘘つかない、ちゃんと約束通り出演してたからね、はい、じゃあまずね、フィルムから見てもらうことですよね。はい、フィルムスタート、どうぞ。ほれ、いけ、ほれ。この、これがそのレイジーなんですけれどもね、大変なもう大騒ぎだけどね。なぜレイジーかって言うとね、はい、よくわかるか。レイジーとだよ。はいよ。彼たちがね、非常に尊敬してるね、スーパークルっていうそのハードロックグループなんだけど、その持ち歌でレイジーってのもあるわけ。その意味はどういう意味かというとね、実は山手物って山手物、でもステージ見てるとそうでもないですね。まあ。みんなになってやってるんですよね、まあ、そういうことで出してたんですけどね。このグループと言いますとね、はい、実はその大阪の天王寺から天王寺の有名な、どうも汗、まあ、とにかく若い人たちやっぱり、ね、汗をかなりなんだろうな。そうですね、でこのグループはっていうとね、はい、何人ぐらいいたと思う？ちらっと見たんですけどもね、何人ぐらいだ？4人か、そのくらいか、4人ぐらい。まあいいところだろうけど、今は5人、でそのグループがね、はい、結成されたのは去年の11月、まあ11年の11月、12月、1、2、3、4、5、なんかまだ1ヶ月か、1ヶ月でね、もう大阪では大人気ってことなんだよな。すごいですね。どういうところでその音楽活動をやってきたかというとね、はい、まずその若い人たちが集まるところ、これはもう2人来たところなんだけど、まあ、例えば学園祭とかね、学園祭、うん、それから小さなやっぱりコンサート会場、そういうところを含めもう地道にやってきたので、ね、それが今こういった状態に花が咲いたというのもね、すごいですね。とにかく今大阪ではかな、もう大変な新鋭隊がいるわけだよ。すごいですよね。年齢といえば年いくのいくつぐらいなんですかね。この大体平均するとね、16点ちょっとなんだね。16点ちょっとね、若い、まあキャーキャー若い人たちがもう騒ぐのはよくわかるんだけれども、まあ雰囲気から言えばだね、このまあエネルギーはとにかくなくても顔負けっていう感じがする。そうですね、まあ、とにかくこの歴史の時からするとスター誕生っていう感じがあるけどね。確かにそうですね、大阪のスターレイジーですね。まだ東京たちが、まあ、波には薄いんだけれども、はい、まあでもハガキなんか来てるところを見るとね、そういった余波がもうすでに東京に、おね、東京でもそろそろいいんじゃないかって感じが出たわけで、東京でもそろそろですね。まあ大阪といえば12年前にタイガースが生まれて、そうですよ、歌もありますし、東京でいろいろこうね、出てきたから大変な人気を思い出したわけだけど、まあ、そういった意味ではね、このグループも、まあ、皆さんがもう注目し始めた、まあ、そういった意味で僕が踊ってるわけだけどね、あの、来たってことは、まあ、そういったことで、まあ、非常にいい雰囲気でこう歌ってるわけだけどね、でもまあ違うといえばね、今までのグループが違うといえば、まあ一応最年少のグループ、まあ、ロックンローラーズといったらいいのかな、ホーリーブスなんかもこうなんかありますよね、最年少これはその特徴なんだな。まあ、ということでね、フルでは、はい、その生の音をまだ皆さんに聞かせられないのは非常に残念なんだけれども、はい、まあ、平均16点ちょっとの年齢にしては技術的にはかなり優れたものだと言っていいんじゃないかと、ね、あのハガキくれた人なかなかおめでたいよ、そうですよ、という感じの妄想ですけどね、だけれどもね、はい、そういうことあんなに人気あるの、Thank you.
ミキティローラーズを思わせる強烈なロックの賛辞と若者の熱狂的な声援、君は覚えているだろうか。あのレイジー、ハルヤンが生んだニューアイドルグループレイジーがいよいよこの25日に登場いたします。デビューします。そうですね、ここで今夜のハルヤン広場はレイジー特集を行います。そうなんです、お待ちくださいよ。それからですね、サウンドウィズコークはなんと太田裕美さんが今夜登場です。アマバンコーナーなんですが、今夜のアマバンコーナー、なんとエロスティックチチバンドとそしてチャンスが登場します。進行はミシェルです。そしてサウンドクリニックはウェッシュ、よろしく。さあ、それでは今夜もハルヤンギンギンに行きましょう。そしてムシがその時にこれはいいバンドだというんで、いろいろ面倒を見て、東京に今住んでるでしょ。はい、もうムシ様々ですね。はい、東京ではすごい人気ね。さっきもフィルムで出てたけど。はい、ムシちょっと来てくださいよ。はい、なんかね、ムシもね、太田裕美さんの横でね、なんか孫を見るような感じでね、心配そう。ダメでね、もうどうもどうも、
いろいろ話聞かせてもらったんですけども、はい、あの時は確か春屋に出てくれた時は、ディープパープルの曲、そうです、ディープパープルのコピーグループで、ね、それで分かるのにかなりやるなと思って見てたんですよね、それで何て言うんだろうな、こう見た時のインスピレーションっていうのかな、なんかこう光ってるものを感じたんですよ、はい、それで僕 のいわゆるグループさん時代の仲間、タイガースの森本太郎君とか、はい、みんなでチームを作って、じゃあ東京に学校、彼らは大阪で最初全部学校転勤、転校ですか、転勤じゃなくて転校それで東京の学校に入ってもらって、それで合宿したりなんかして、まだちょっと硬いけどね、だんだん良くなるんじゃないかな。だけど学校まで変わってプロになれたらやっぱ最初怖くなかった？はい、今もう東京慣れました？もうだいぶ慣れました。もう東京弁喋れちゃう？やっぱり大阪弁の方がいいかなそうですか。まだまだ本当にこう可愛いグループなんですけども、これからどういうバンドになっていきたいかな？とにかく僕たち今平均年齢 16.6 歳なんです。その年齢に合わせた音楽をこれから一生懸命やりたいと思います。松任谷由実さんとそれから西城秀樹さんからね、レイジーが春屋に出るというんでコメント、これ松任谷さんからのコメントなんですけどね、私自身の思春期はグループサウンズの前世であった、今その時代を顧みると甘く切ない良い時代であったと思う、そう思う気持ちを今の新しい形に昇華された、甘いロマンを再現できるグループがないかと思っていて、先解雇趣味ではなくアップトゥーデートなポップスをやっていける新しい目にさ、なりそうなテニートッパーですかね、レイジーが出現した、彼らのルックスは備わっている、彼らのルックスは備わっている、まずね、それからこれは一つの財産であると、松任谷由実さんね、松任谷由実さん分かりますね、荒井由実さんのことですよ、また天性の音楽的才能もあるんで、どちらに偏ることもなく色あせて見せないための勉強も怠らずに頑張ってほしいって、こういうコメントね寄せてくれました。それから西城秀樹さんからね、ちょっとこれよいしょ、ところで今度僕の弟分で平均年齢なんと 16.6 歳、ちょっとややこしいですけど 16.6 歳のレイジーというグループが僕と同じ RCA レコードからデビューします。年が若い割にはテクニックはもう抜群ですし、僕も一度聴いて驚きました。これからもぐん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 伸びてくると思います。みんなでレイジーを応援してあげてください、ね、嬉しいですね、こうやって西城秀樹さんからも応援してくれてるし、もし本当だけど、ありがとうございました。ね、こうやって春山からこういうグループがね、やっぱり世に出るというのはやっぱり素晴らしいことですよね。いわゆる僕らティーネイジャーの音楽テニーポッパーって言うんですけどね、ベイシティローラスにしてもキスにしてもみんな外国のもんでしょ、もうそろそろ日本のそういうグループが出てきてもいいなと思ってた矢先だったから、頑張ってほしいですね。そうですね、今度コンサートもやるんだって？はい、8月の4日にSAB ホールで。じゃあ関西のお客さん本当にね、タイガース以来のね、東京でももう人気を得ているグループ、大阪出身のグループですからね、大いに応援してやりましょうよね。はい、それじゃあ今度25日に出る今度曲をやってもらいましょう。はい、 Hey I Love You、 はい、お願いします。 Hey I Love You です。
ます。始まりました。ご存知お兄さんの芸能講座です。そうなんですよね、お兄さんの芸能講座、先週言いましたように今日はあのレイジーが来てくれました。お兄さん、もう詳しく教えてくださいよ。詳しくお願いします。とにかくこんなにたくさんね、はい、今日もいただいたわけだけれども、今日は約束通りレイジーに来てもらったからね。とにかくじゃあレイジーの演奏をとにかくまず最初に聞いてみよう。さあ、ドラムスのデビュー。続いてスージー。皆さんからね、いろいろハガキその他、もう早くレジを出せ出せってことで、かなり
反響があったわけだけど、まずファンの人たちに対しても挨拶してごらん。僕たちレイジーは平均年齢が 16.6 歳で、これから、やっぱり年齢に合った音楽をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、皆さんもそういうことで頑張るんだ、これからもね。昨日どうだった？ちょっと緊張してみんな練習やってました。そう、はい、君は？同じです。同じ？もう銀座ダウンの雰囲気ってのはいいだろ。はい、え、はい、どうだ、気に入りました。みんなね、応援してきてくれるけど、みんな仲間だからね。そう、もう友達ですからね。もう友達ですから、だからみんなと一緒に歌を作ってこう、はい、行こうってことだからね。はい、うん、よろしくお願いします。大丈夫だな。はい、それどうだ、だいぶ緊張してるじゃないか。はい、だいぶ緊張してます。なんか顔がしきってる感じがするから大丈夫か。はい、大丈夫です。でも演奏してる時はすごく迫力あってね、みんな生き生きしてますね。まあ、そういったことでね、みんなと早くレジを出せっていうことでね、そうです、ね、緊張してみんな応援してくれてるんだからもうね、はい、こんなにテレビ始めちゃったのにファンがね、たくさんいてね、すごいですよレジ。まあ、そういったことで、今日はレジがですね、はい、スタジオに来てくれました。みんなどうでしたかね。まあ、僕なんかも生音を聞いてるとやっぱりフルブランカーでもいいなっていう感じを受けましたけれどもね、これからどうだ、頑張るか。頑張ります。おや、頑張ります、うん、そういった感じでね、みんなこれからやっていくからね、よろしく。はい、よろしくお願いします。さあ、皆さん頑張ってくださいね。すごいですね、正一くん。僕なんかも頑張ろうね。それじゃあ、千田さん、どうぞ。どうぞ。どいや、レイジーがやります。ナウコマーシャル。皆さんどんどん行ってあげてください。それでは瀬戸さん、よろしく。はい、楽しい銀座をお送りしてますけども、彼やすし君がですね、家出してもまだ帰ってません。